皆さんこんにちは。古墳から古代の人々の心を読み解く世界の墳丘から、本日も 5+1975 がお送りします。今シーズン世界の墳丘からでは悲劇の巫女シリーズということで、皇位継承候補でありながら不遇の死を遂げてきた巫女たちを取り上げています。今回はその第3弾ということで、あの聖徳太子の王子でありながらこちらも皇位につくことなく不遇の死を遂げた山城の大江の王についてお送りしたいと思います。山城の大江の王の系図はご覧の通りで、あの聖徳太子の王子で、母親は蘇我の馬子の娘である杜氏子のイラツメです。この時代、親族関係も複雑ながら、皇位継承についても非常にドロドロした展開が繰り広げられていたのです。そしてここでのポイントは、それぞれの皇位継承候補者に蘇我氏の誰がついて、どのような行動を起こしたのかということなんです。まず、推古天皇の没後、彼女は明確な後継者を指名しなかったため、山城の大江の王と美達天皇の孫の田村の皇子が皇位を争います。この時、大臣となっていた蘇我の恵美氏は田村の皇子を推しますが、蘇我一族の長老で、馬宿の皇子の側近でもあった堺部の真理瀬という人物は、山城の大江の王を推すんです。そこでなんと恵美氏はマリセを殺害してしまいます。こうして田村の皇子が除名天皇として即位します。山城の大江の王にとって次の転機は除名の没後、とりあえず皇后であった光玉天皇が即位するのですが、この時点での有力皇嗣も山城の大江の王と除名と馬子の娘布袋のイラツメの王子古人の皇子になります。ここでは恵美氏の子イルカが古人の皇子を推すのですが、なんとイルカは山城の大江の王を急襲。追い詰められた彼は643年一族と共に自害してしまうんです。続いて山城の大江の王の評価を見ていきたいと思います。名前の山城は現在の京都市、いわゆる山城の国に重要な根拠地、三宅があったことに由来しているのではないかと考えられています。父親の馬宿の皇子聖徳太子に関しては古代史上の聖人として様々な記録が残されているんですけれども、山城の大江の王に関しては非常に記録が少ないんです。日本書紀によると、推古天皇が亡くなる直前、田村の皇子と山城の大江の王という重要な皇位継承者2人にご覧のような遺言を残しています。どうですか皆さん、田村の皇子に対しては次期の天皇に対するアドバイスのような内容であることに対して、山城の大江の王に対してはお前は未熟だから軍神の言葉に従えとまで言われてしまっているんですね。これは彼の人柄というか能力を表す重要な記述です。その理由について森光一先生は敗者の古代史という著書の中で、彼が斑鳩の宮に大勢の女性を集めるような生活を送っていたのではないかとおっしゃっています。それを匂わせるような記述が随所和国伝に記されているということなんです。そんな政局の乱れに我慢できず、蘇我のイルカは武装を放棄し、山城の大江の王を暗殺したのではないかというのです。しかも、東史家伝という藤原氏の歴史を記した書物によると、この行動はイルカの独断ではなく、諸王子と共謀したと書かれており、他にも山城の大江の王の行動を好ましく思っていなかった人物が何人かいた可能性があります。このような評価は限られたごく一部の記録から拾ったものですので、彼の人物像や能力ははっきりしたことがわからないということが本当は正しいのかもしれません。あくまでも記録の短編に過ぎないのです。そんな山城の大江の王の墓との説がある古墳が奈良県生駒郡へぐり町にある西宮古墳です。こちら終末期の宝墳になるんですが、皆さんご覧ください。復元すると三段構築のまるでピラミッドのような美しい墳丘になるんです。
横からでもね、三段構築の豊富ということが非常によくわかります。1段目があって2段目があって、この2段目のね、テラス部に横穴式石室があるんですけれども、そして3段目も綺麗に残ってるんですね。さあそれではね、横穴式石室入っていきたいと思いますけれども、これはあれかな、船頭部の一部が崩れてるんですかね。船頭部の側壁が片側しかなくなってしまっておりまして、一部傾いてもおります。さあそれでもですね、残ってる部分船頭部ありますんで行ってみたいと思いますが、おー、ご覧ください、整備に加工された、切石1枚ですけれどもね、その1枚の切石で船頭部構成されております。あーすごい、岩屋山古墳とはねまた違った、感じの整備さがありますね。そして、船頭部にこれは引っ張り出されたんかな、現室から船頭部に引っ張り出されたような感じにも見えますが、辰山石製の、石棺残っております。これもね、何とも言えない、美しく加工されてるんですよね。あー、何かここにこう溝のようなものがね、この辺こうありますから、これは蓋の部分が取れてしまってるんかな、そのようにも感じますけれども、辰山石製ですからね、やはり高貴な人物の石棺であったと言えるのではないでしょうか。身の部分、中はこんな感じですけれどもね、蓋の部分は残念ながら、なくなってしまって、若干ほら現室部からね、なんかこう引っ張り出そうと誰かがしたんかもしれないですね。そのような石棺が残っております。そして船頭部を抜けて現室に入っていきましょう。おー、すごい、現室もですね、整備に切り揃えられた、切り石、奥壁側壁それぞれ1枚ずつなんですけれどもね、非常に整備に切り揃えられた切り石で構成されています。奥壁もね、1枚だとすごい綺麗ですね。あー、そして天井石も大きい、大きく、そしてかつ美しい、これだけの加工技術を結集できた人物となると、やはり相当位の高い人物であったであろうことが想像されます。さあ現室部入っていきましょう。あ、礫が敷かれてるんですね。こんな感じですから、やっぱり石棺は引きずり出そうとされたのかもしれんですね。本来この現室部に置かれてて、おかしくないはずですから。現室のね、幅はそんなに広くない、2メーターちょっとかなという感じなんですけれども、いやー、やっぱり驚きはね、この1枚の切石で作られた奥壁側壁ですね。さあ今度は現室部奥から、船頭部を見ていますけれども、マグサ石もね、綺麗に切り揃えられて作られております。こんな感じで1枚ずつでね、シンプルなんですけれども、一つ一つの石が非常に手の込んだ加工がなされております。そしてこの辰山石製の石棺ですからね、いやー、これはただものではない人物の、墓であろうことは
容易に想像がつく、そのような古墳となっております。はい、そして現室側から、船頭部見てみますけれども、若干天井は低いんですけれどもね、こちらも1枚壁が1枚です。1枚の綺麗に切り揃えられた、石がですね、一段ですけれども積まれております。父親である聖徳太子馬宿皇子の古墳は、大阪府南河内郡太子町にある永福寺北古墳で、実際見ることはできないんですけれども、岩屋山式の、非常に精美な古墳であると言われております。父親である馬宿皇子の、思いを継承したのか、こちらの西宮古墳も、非常に精美な切り石を、重ねて作られた古墳となっています。山城の大江の王は蘇我のイルカに攻め入られ、最後は法隆寺の前身とも考えられる斑鳩寺に逃げ込みます。地方へ逃れて再起を図ることを促す重臣もいたようですが、彼はそれを望まず、人民に被害が及ぶことを恐れ、一族と共に自害したと伝わっています。彼もまた父親である聖徳太子と常に比較される重圧の中で苦しんでいたのかもしれません。そんな彼を忍び、あの美しい西宮古墳が築造されたのかと思うと、石室の整備さや加工技術の高さにこそ彼の真の人柄が表されているような気がして、美しさがかえって悲しくなってきます。そして現在の法隆寺の夢殿もまた山城の大江の王とその一族の霊を祀るために建てられたと言われています。以上です。